線でもありますからね。確かにギター弾いた後ってアルファってね、こう力の加減がこう変わってくるから大変らしいんですよね。じゃあなんであなたは弾かないのって言われちゃったら悲しいんですけど、勉強中でございまして、そのうちガブさんの伴奏もできればいいななんて思ってるんですけど、今日はアルファソロでお願いしております。次の曲はですね、タンゴを聴いていただこうと思います。ロドリミスペーニャという曲がありますので、そのタンゴの曲
たね。どういうあなたを思ってっていうような曲らしいですけどね、奥様かな思ったりしますね。ここで少し休憩をいただきたいと思います。そしてですね、またジムの方に入って皆さんには美味しいコーヒーをいただいてくれて、そして2部に入って、もしかしたらハプニングがあるかもしれませんけれども、合わせてお楽しみいただけたらと思いますので、少しお楽しみください。
ぱりちょっと違いますか。なんかね、力強いですよね。こう弾いて隣で弾いていただくとね、とってもなんかね安心して弾けちゃうんですよね。なので一人で弾くのは怖くなっちゃって、これでいけないなと思うんですけど、つい頼ってしまってますけどね。はい、レスラーという曲ですね。次の曲なんですけれどね、これも私たち初めて弾いたんですよね。リワーカで初めて、初めてだね。さっきリハーサルでどうしようかどうしようかとか言いながら、でもやってみようっていうことでやることにしました。で、リオアパって、リオっていうのは川のこと、川のことなんですね。で、アパっていうのは名前、アパ川っていうことらしいですね。そんな川の流れをちょっとこうイメージしていただくといいのかなと思いますけど、初めて弾きます。くどいようですが、ではリオアパですね。
の文化会館の研修室の方でアルパのレッスンをしておりましてね、そこにも3名の方がレッスンを通ってきてくださっています。で、実はそこの方の縁でこちらのお店も紹介してくださって5回のレッスンを迎えることになりましてね、せっかくこのお店で行くし、私のアルパもやっているしということで聞かせちゃうじゃないかとさっきリハーサルの時にね決めちゃったんですけどね。さあこちらのお店の方はご存知かと思うんですけど、常連さんの方とかね、よくコーヒー飲みに来たりコーヒーをお買い求めになっている方はご存知かと思うんですけども、田子明子さんという方が私の生徒さんでこちらの店で働いておきます。どうぞ皆さん拍手で。急に決めてしまったので、もうすごいどうしようどうしよう、先ほどからねバタバタバクバクなんか心臓が口から出そうだということなんですけれどもね、私も隣で入りますので皆さんどうでしょう。はい、どうぞ。ではタゴさんの見た方回ってもらって、震えてるかなって大丈夫ですよ、私も隣でやってますからね実はね、皆さんのお手元にチラシが配られてると思うんですけれども、私地元が池袋なんですね。で、そちらの方で生徒さんのジョイントのコンサートを計画しておりまして、もう出る人も決まっております。でもちろん彼女もその中に入っておりますのでね、もしよかったら池袋からも歩いてもすぐなので、聞きにいらしてくださればななんて思いますけどね。ではさっき急に決めた曲です。カササギという曲があります。赤いパラという曲ですね。鳥の名前の曲があります。その曲を聴いてください。楽しみましょう。はい、thank you.
大丈夫だったんですね。ビクビクしながらこともあるかもしれませんけども、無茶はさせませんのでということですね。はい、そうですね、生徒さんたちにこう私も何人か20人ちょっとぐらいの方教えてるんですね。そうするとどうしてもこう、何て言うんでしょうね、自分がこう出すばっかりでどんどんこう細っていっちゃう気がするんですよね。体がないですよ、この自分の力とかそういったものがね。そうするとね、やっぱりこうし中に入れたいんですよね、吸収したいんですよね。そういう時にガブリエルさんのレッスンとか日下部由美先生のレッスンとか受けに行くと、こう貯金がこう貯まるような感じになるんですね。だから未だにレッスンとかも受けてるんですけども、私のクラスの人たちはみんな楽しく、吹きクラスとか千葉クラスとかあるんですけども、みんな仲良くて交流会とかお食事会とかしょっちゅうそういうことをしておりますのでね、楽しくやることが一番いいかななんて思ってるんですけどね。次の曲はですね、マドレシータという曲になります。お母さんという意味ですね。マドレがお母さんなので、なんかお袋さんとかそういった意味があるそうです。マドレシータという曲。